はい、どうもこんにちは。大黒住まいな感じです。今日はですね、4畳のお部屋がどれぐらいの広さかっていうのを検証していきたいと思います。一般的な、ね、家具のサイズにカットしたシートを持ってきましたので、これを配置してイメージしていただけたらと思います。シングルベッドの、ね、サイズにカットしたシートをまず配置してみたんですけど、このような感じですね。で、残りね、スペースがあるので、そこにも家具を配置していきたいと思います。次はね、ローテーブルのサイズにカットしたシートを配置していきます。はい、ちょっと配置してみたらこんな感じですね。まあ、この壁に沿って配置してもいいと思いますし、まあ、それはお好みですかね。次はですね、テレビボードのサイズにカットしたシートを配置していきます。ちょっとね、ローテーブルが先に配置してあるので、ちょっとこれを一旦手前にしまして、この奥のところにですね、こうやってテレビボードを配置したとしたら、まあ、ちょっと距離がすごい近くはなるんですけども、まあ、配置はできないことはないかなと。まあ、それからね、ちょっとこのテーブルは、こっち側の方に持ってきて、よいしょ。で、まあ、テレビボードをこっちに置いたままにするっていうのもできると思います。まあ、この辺は好みかと思います。で、まだね、こっち配置しても少しね、このベッドの頭の方ですね、まだ配置できるスペースがありますので、こっちがですね、まだスペースがありますので、ここら辺にも物が少し置けるかなと思います。ちょっとね、部屋の広さを、メジャーで一度測っていきます。まずお部屋の横幅が、218cm ですね。で、この奥行きが、272cm ですね。今日はですね、4畳の、広さを測っていったんですけども、ここはね、比較的、形がすごい綺麗なので、物の配置はまだしやすかったですけども、実際はね、いろんな形の4畳があると思いますので、まあ、このような配置ができない部屋もあると思いますので、まあ、参考程度に、していただけるとありがたいです。またね、このチャンネルでは他にもお部屋探しをする上でよくわからないなって思うことがあると思うんですけども、そういったのを動画で解説させていただいてますので、また他の動画を見ていただけるとありがたいです。でね、動画がいいなと思ったら、高評価ボタンとかチャンネル登録いただけるとありがたいです。で、またね、弊社は大阪市内で営業してますので、そのあたりでお部屋探しされてらっしゃる方がいましたら、ぜひ弊社にお問い合わせお願いします。ご視聴ありがとうございました。